事故現場エアージャパン908便成田空港オーバーラン事故とは2003年1月27日に新東京国際空港で発生したエアージャパン機の航空事故である2003年1月27日午後に大韓民国のインチョン国際空港を離陸したエアージャパン908便はボーイング767から 300ER で運航されていたなお、同便は 出発が遅延していた。成田国際空港の B 滑走路に午後9時49分に着陸しようとしたが、強い降雨の上に13メートルの追い風があったこともあり、速度超過のまま滑走路の中央に近い、滑走道端から940メートル付近に設置した。しかし速度超過のために浮き上がり、再度1250メートル地点に設置したが、 滑走路の南端で止まりきれずにオーバーランし、滑走道端の滑走帯を走り切り、そのまま前足が、舗走路部分から約70メートル逸脱し、芝生の緑地帯に10メートルほど入った地点で、航空塔下に衝突して停止した。なお、右出脚も舗走路を逸脱した。この結果、滑走路の誘導路等と補助等が損壊したが、機体に大きな損傷はなく、負傷者も出なかった。 しかし機体が緑地帯のデーネーにはまり、自力で脱出できないことから、乗客乗員はタラップにより、機外へ脱出し、バスでターミナルへと運ばれた。事故後 B カス走路はすぐさま閉鎖され、空港係員や全日空の社員が機体を脱出させるべく牽引車や器具を使い作業を行い、機体を脱出させ破損した誘導灯や補助灯を修復し、 同滑走路が再再び使用再開するのは翌日のは、翌日午前6時55分となった。このため一部の発着便が遅延する結果となったが、事故が起きたのが定期便の発着が終了する直前であったこともあり、滑走路が約10時間にわたり閉鎖されたものの大きな混乱は起きなかった。なお、この事故は成田国際空港が百七十八年五月二十日に、 開港して、依頼初のオーバーラン事故である。国土交通省は本県を重大インシデントに指定し、航空鉄道事故調査委員会が事故原因についての調査を行った。その後2003年9月26日に、航空鉄道事故調査委員会は、パイロットが比較的距離が短い b ース走路に着陸するのに、必要な注意を怠った操縦ミスを、 主な原因とする報告書をまとめ発表した。報告書は、オーバーランの原因を、追い風が吹く中を、機長が意図したよりも速い速度で侵入着陸し、設置位置が大幅に伸びたため、都市、機長がスレッショールド通過時に速度が速かったとの認識を書いていたため着陸また行を行わなかったこと、副操縦士と訓練生から、 速度超過だというコールアウトがなかったこと及び着陸復興すべきことについての助言を行わなかったこと運行乗務員が設置位置についての明確な目安を持っていなかったことなどを指摘している。ありがとうございます。